ユキリア世界はファンタジー RPG、クイズ、テーブルトーク RPG、ウィッチクエスト、コンピュータゲーム、百の世界の物語などの舞台となっている架空世界。近藤伊佐が基本設定を行った共通の世界設定で1980から90年代前半に冒険企画局が展開した作品はこの世界に準拠している。 ユキリア世界全体での共通設定として、竜の人と猫の人という種族が存在するユキリア公という王が世界全体を支配していたなどが公表されているが、共通の年表や世界全体の地図などは発表されていない。ファンタジー RPG クイズとウィッチクエストの存在が大きいため、それがユキリア世界そのものだと思われがちだが、他にもレムリカ重視体、 光と闇のレジェンド、コンピュータゲーム、百の世界の物語など多彩な面を持つ。ウォーロック氏においても、ユキリア世界を舞台とした作品が発表されている。また、ユキリア世界は、ファンタジー RPG クイズの読者とはじめとするユーザーに開放されており、RPG、小説、コミックの題材にすることも奨励されている。迷宮キングダムは、100万迷宮という、 果てしないダンジョン世界を舞台にしているが、これが、ユキリア世界に属するかは明らかにされていない。90年代前半に発表された聖書、伝説パールシードや、リングバースとユキリア世界の関係も、明らかにされていない。ファンタジー RPG クイズの舞台として、五流亭のあるマーカスの森、ジェダ、セルフィスの街などが登場する。世界が、闇と光に分かれた。 はるか遠い時代の物語。冒頭に掲げられた、ユキリア年代記、光と闇の章では、主人公たちの活躍が伝説として語られている。ウォーロック市場で実施されていた、読者参加企画。ユキリアの一地方の開拓の様子を描いた作品。この企画で、最も重視されたのは自由度であるため、遵守すべき明確な設定は事実上存在しない。 一家に述べる公式発表もあくまで参考である。ありがとうございます。